中国の省庁再編で解体が決まった鉄道省の看板が掛け替えられました。この掛け替えをめぐりちょっとした騒動になっています。解体され姿を消す鉄道省の前で記念写真を撮ろうと市民たちは集まっていますが、あいにく看板は書き換えられています。鉄道省は安全軽視の姿勢や相次ぐ汚職に批判が高まり、全国人民代表大会で解体が決まりました。その直後から観光客が訪れるようになり、看板の掛け替えを撮影しようと連日多くの市民が待ち構えていました。このため政府は18日に掛け替えるとわざわざ発表しましたが、1日早く17日のうちに新たに設立された鉄道会社の看板に掛け替えられていました。市民の間ではミサイルの解体を偽装し直後に発射した北朝鮮のようなやり方だなどと不満の声が上がっています。